キューブチャンネル6回目やんな、第6回目になりました。すごいですね、6回目です。本日のゲストはたゆたうコロイデコロイドコロイドなど、ソロなどお芝居の音楽などいろいろやられております西本ひろこさんであります。こんばんは。こんにちは。おはようございます。パチ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 。よろしくお願いします。よろしくです。今日はありがとう。わざわざ。こちらこそです。お邪魔いたします。一回セッションも終わって、気だるく、ご機嫌な感じでやってますが。はい。そうですね。まずは、一曲目に、まず、撮ったやつ、ヒロが今度リリースするレコード。あ、リリースね、したんですよ。10月31日から。あ、もう終わってるんだ。はい、にしました。あ、はい。ありがとうございます。このような、寄ってもらえますか。裏見ましょうか。ね、谷川俊太郎先生のお言葉までいただいてて、すごい美しいジャケットです。これ私の曲とかじゃなくて、この曲はね、これ歌うのをやめたという曲があって。これはこう表ともう片面と一曲ずつ入ってるんですけれど、その歌うのをやめたを違う人が歌ってる。片っぽは私が一人で歌っていて、もう片っぽはあの FIB ジャーナルの窓木さん、はい、窓木さんと、漢字が読めないな、和穂さんです。まあまあ、はい、そのような2人ですごい大人でおしゃれなかっこいい感じの仕上がりになっていて、これなんでこうやることになったかっていうと、なんかその企画者の人が、例えば夕焼け小焼けとか、なんかその童謡とか昔から歌ってる歌とかあるじゃないですか。みんな日本人なら誰もが知ってるような、でもいつこの歌って誰が作ったんかなとかってあんまり知らないとかけど知ってるみたいな曲を作れたらいいなっていうのがことの発端で、だからね、この曲自体が著作権フリーで、この中に歌詞が、英語の歌詞も入ってるんですけれど、で楽譜ももちろん入ってるし、これを好きにしてほしいなみたいな、みんながどんどん歌いたい人は歌ったらいいし、これをなんかこう踊りたいという人は踊ったらいいしとか、そういうのでなんか自由に使えるような曲になったらいいなっていうのが始まりなんですよ。あ、僕さっき一緒に演奏させてもらって、はい、ありがとうございました。いやいや、だから同様のあるポジティブな感じじゃなくて、すごく
普遍的なネガティブでしょ普遍的にずっとある好きな人が起きてこないとか何かを失うことのそこになんか寂しさとかなんか美しさみたいなもんとか感じれる情感をすごく表してる曲やなってあのやってる時に思った。伝えときます、うんうん、作者に。それあの、すごくそれ大事なことやと思う、うん、なんか今すごく全部ポジティブなことをもてはやされるし、うんうん、こと多いんだけど、そのネガティブポジティブでネガポジで分けてはあまり良くないことやけれども、うん、なんていうの、そのいつもちょっとどっか痛いとか、いつもちょっとどっか寂しいみたいなところを見いひんかったら、うん、なんか生きていく上でおかしい感じするんな。で、それのための歌なんやなって僕演奏しながら思ってやってた、そうですか。うん、そうやからあのメロディーもそんな起伏がなくてすごく、そうなんですよね、あのそれすごく正しいと思った。でもそ多分それを目指してて作ってる人も、うんうんうん、そう、うん、そうやからこうあの 歌があって、うん、そのコード同じメロディーなんやけど、うん、和音だけでああ、うん、そういう意図で書いてあんやなってなんか今日初めて聞かせてもらってやってて、あそういう意図でやってるんだと思って、あの僕好き、うん、それは嬉しい、うんうんうん、そうやし、ね、あだからあ編集で多分1曲目にこれを流しましょうだ、流しましょう、はい、でじゃあもう流れてるってことですか、うん、流れてる皆さん聞いた後で曲の解説なんだけど、これを手に入れる方法はどうしたらいいでしょう。それはね、ホームページ、このプロジェクト自体のホームページが、ウェブサイトがあるんですけれど、そこから一応購入ができるようになっている。プロジェクト?プロジェクトです。この童謡を作るみたいな、うん、この曲を作ってこれをこうリリースする、リリースっていうのは発売っていうんじゃなくて、うんうん、世の中に出すみたいな、交流する、うん、そのシェア、うん、みんなでシェアできる曲を作るみたいな企画っていう、うん、いう方が多分正しいんだと思うんですけど、でそのサイトに行くと買えます、買えるようになっているし、うん、私のライブに来ても買えます、うんうん、皆さんぜひ、はい、あの今日二人でやったやつもあるし、なんか YouTube でそのヒロが やってるやつ見せてもらって、すごく美しい、音源でした。なのでぜひアナログ版っていうのもいいよね。このものとしても綺麗だもんな。譜面の美しさ、うん、ある綺麗ですよね。うん、これレコード好きな方はもちろんレコードで聴いてもらいたいし、まあ、別にこのホームページ見た時にそっからの流れで YouTube でも見れるし、あというかこの番組を YouTube で見ている、そうだってことはそのまま YouTube で見れる、ああ そう、それが正解ですね。ちゅうことですわ。ぜひで、あのデータでも多分ダウンロードできるようにはなっていると思うので、多分分かる、伝わる、絶対伝わる。俺には分からない。サイトを見てみてください。俺には分からへんことが世の中にいっぱいあるんやな。Thank you.
体作りを始めた。とか言って、ほんま、これ本当で、筋トレっていうか、なんか年々体が動かなくなっていくでしょ？動かなくなったでしょ？昔に比べて。そんなこと、ないわけないでしょ。絶対こう体は何を考えてるんですか今。いやそれ動かなくなってるかなと思ったら、そうやし、ほら今年の冬あの骨折したやんか。あ、してた。あの時に初めてうわ動かへんと思った。あのその時に初めて、あ、そうやし、こう老眼とかさ、そういうのが出てきてるのは、うん、の違いあったけど、こう筋力とか走るとかは、あの、ちょっと向けてるけど、分かってんの。なんか、うん、なんか、うん、それで、うん、あの、それね、なんか友達とこの間話してて、うん、筋トレってしなくていいんだって、で、知ってました？知らないですよね。私も知らんかった。なんか筋トレをすると筋肉がつくから、その筋肉が邪魔をしてこう動けなくなるんだって。で、体ってその筋肉で動いてるんじゃなくて、こう骨が動いてるから。はいはいはい。あ、ほな俺の思ってるのは結構正しいのかもしれん。正しいかは分かんないけれど、その理屈、あ、でもそういう理屈ですよ。だから必要以上に筋肉はいらへんから、こう重いもん持つとかも骨を意識するといいって言ってて、そうで、それとあと、こうバランスが悪い時に、こう人間にはもともと尻尾があったらしく、まあ、一説ですよ。私は信じてるけど、別に信じなくていいんですよ。で、尻尾があったらしく、尻尾があるという体で立ってみるとすごいバランスが取れるらしい。イメージの話。わかるです、言ってました。僕だから機材がすっごい多いやん。多い。だから本当に多い。エフェクターとか持つのって、あの、こう力入れたらあかんねん。力を抜いて、あの、腰をどんだけ、腰をこう抜いて、ボーンって やってやると、こう、肩のストレッチになるんだよ。それ、わかる。で、その感じやって、そやから、そうやったら、姿勢がこうなってたらめっちゃしんどいね、絶対。そう。こう、グーってやったら。ね、負担がかかるから。それよりも、こう、だらーんとしてやってたら絶対楽やねん。重いの持つときでも、そんな苦にならへんねんけど、また話戻ってごめんやけど、こう、骨折れて、こうずっと吊ってたでしょ。うん、吊ってた。ほんなら、ずっとこう、ね。首から、手をギブスで首からつくから、絶対猫背になるんだ。ほんなら、すべての動きが腰が痛くなるわ。あの、ずっとこの姿勢やと、その体がダメになってくるのね。あの、絶対慣れてる、うんうん。で、それで気づいたのです、僕。たのです。そのようです。気づいてしまったのです。で、ヒロのその体作りって、筋トレをしない、あ、しないじゃなくて、だから詰まるところは、体を作るというよりは、なんか元に戻していくみたいな気持ち。で、いるよっていうことで、最近、凝ってるというか、こう、戻そうみたいな。ああ。でも特にほら、歌を歌うことって、うん、体も楽器だから、楽器のメンテナンスと一緒だもんね。うん、そうです、そうです、うん。なんか首がこうなってたら、こう、声出すときも絶対出えへん。絶対、ここが凝ってるだけで、なんか長いロングトーン出えへんとかあるやん。あ、あれ言ってました。うん、首も回すのがいいって言って。うん、なんかなるべく動かすように、心がけている。動かしてますね、今。ほんの、そうやな。勝野さんも、だから動かしてください。やっぱ爆音で音楽部屋で夜中かけて一人で踊りながら料理作ってる。でも理にかなってるかもしれへん。
楽しくなるし、体も動くし、で、ご飯作ったら動いた後ご飯も食べれるし、それでお腹いっぱいになったら寝たらいいんでしょ。そう幸せすぎる。
そうやな、一番最初にたゆたうコロイドソロなどをやってる西本ひろ子さん、はい、ということで言ってましたのですが、たゆたうって何年目ぐらい？あ、16年。16年、すごいな。すごいでしょう、うん、一番最初、俺台湾、あれ何年前までやった？もう分かんないな。アバンギルド。アバンギルドやんな。で、初めて歌うの。アバンギルドだって9年ぐらいやってるのかな。10、あ、この間10年目だったかな。あ、そうか。アバンギルドの前からやってるもんね。あ、でも、アバンギルドに出だしたのは、アバンギルドが1年、1周年迎えたぐらいからだったから、あ、そうか。多分そこに出だしてすぐぐらいだから、うん、8年とかですか？前とかですか？そんなもんか。かな。8年。多分。ああ、大人になりました。そうか。そうですね。いやー、なかなか、でも、いろんなこと、うん、なんか僕自身もヒロもな、なんか違う、うん、世界の人といろいろ、交流できたり広がったり、そうですね、うん、でその中でまたこのように、あ、そうやもん、ドミンゴでも広手伝ってもらってたりしてもんね、はい、そうや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 、そういうのもあるんや、ありました、うん、ありがとうございました。いや、こちらこそですよ。ドミンゴね、テンション上がるんですよね、今なんか上がらずに言ったけど、いや、なんか噛み締めちゃった。太鼓がいっぱいおるってやっぱり上がる、楽しい、もう単純にイエーイってなるから。打楽器はね、やっぱりそれだけでなんか生きてるぜ、うん、俺って生きてるぜの音やしな。いつもこうやって思ってんねや。生きてるぜって思いながら。引き寄せながら。いや、でも、まあ、ほとばしっている、うん、ドミンゴは、うん、それが、うん、それとコロイドやな。コロイド、そうです、そうやな、悪が強いメンツやな。5人、そう、みんな歌、婦人たちが、うん、婦人たちが歌うんですけど、うん、あ、でそのパーカッションの人も、うんうんうん、が入ってるから、うん、そのまたタユタウの時とはまた違った感じになる。それもなんか面白い。うん、やっぱりあのタユタウの繊細でちょっと神経質な、うん、壊れそうな美しさの感じ。うん、そんな思ってくれてたんですね。ちょっとあるよ。で、それなんかそれのそうんうん。それの、あの、すごい大らかなとこ。うん。でも、コロイドは、なんかやっぱり伊垣のあの感じもあんねんけど、やっぱり、ほら、陽子ちゃんとかさ、こう土の匂いの。ある。あずみちゃんのあの感じもあるし。あるし、何やろな、あの、土の、なんか、マザーって感じ。ご婦人たちのマザーの前言ってて、あゆこさんのパーカッションもそんな感じもあるし、うんうん、そうやし、タユタウやったら俺誘われたらギター弾けると思うね、うん、なんかギター弾いたりなんか手伝える感じはあんね、うんうんうん、だけどコロイドはなんか無理って思うね、なんか、まあ、でも勝野さん婦人じゃないもんね、婦人じゃないとコロイド入れない。いやいや、なんか音的にこう、そうかな、うん、いや、あ、こう自分の男性性みたいなものを感じる、うん、なんか、あ、ここはあのこう音楽的な部分では ないところで、あの、入れへん何かがある、へえ、そうなんだ、うん、面白い、うん、いや、でもそうそうかもしれない、うんうんうん、そうそう、
なんか歌うやったらなんかその音楽的なところでなんか関われる部分がある、うんうん、でいけると思う。この間はちょっとなんか生言ってんじゃないわよみたいな感じも全然そんなことはないけど、うん、なんかそんな感じもある。あ、うん、ぜひあの今初めてコロイドっていう名前を聞いた人がおられるならば、はい、なんかでチェックしてみてくださいよ。 YouTube で見れます、うんうん、このままコロイド COLLOID コロイドです。検索したらすぐ出てくるかも、うん、かも、うん、はい、戦国軍もね頑張ってよく手伝って、うん、そうですね、うんうんうん、なんか相性がいいようないいと思って、ね、うん、相性いいと思うよ、うん、時間の感覚の長さとかすごく合ってると思う、うん、良いと思う。Thank you.
そうです。で、この番組また来年もやりますが、これで今年終わりなんです。なので、はい、今年はどうでした？早かった。早かった。ほんまにびっくりするぐらい早かったです、うん、でもいい年でした。いろんなことやって、あ、ほんま、うん、いろんな、うん、そうですね、充実した1年でした。あとちょっとあるけれど、僕は骨折してからずっと休んでて、まあ、こういう番組初めて休む停滞の年でした。来年はその停滞からドーンドーンと動き出します。一回落ちるんで、うん、ドーンドーンってなる、ドーンドーンということで、皆さんも、はい、良いお年を迎えてください、はい、みんな楽しもうもっともっとバラ、みんなもっとバラバラにやったらええやん、もっとバラバラに楽しんでいろんな方向向いてやったらええやんなな、そういうこと、いや、なな、な終わりました。終わり。